院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をドリルで削らないインプラント、夜つけるだけで良い超スピードホーム矯正、双眼界。開発者、医学博士、大口博士先生。相談会随時開催中。詳しくはウェブで。最近面白い川柳を仕入れたのでご紹介いたします。高齢の方が作った老化を楽しく表現した川柳ですよ。はい、川柳とは漫画のような楽しい俳句のことです。年重ね、くしゃみするのも命がけ。もう一つありますよ。いびきより静かな方が気にかかる。どういう意味でしょうね。死んでるじゃないかと思うんだね。高齢の方が平気で自分の理想のお葬式をお話しているのをよく聞きますよね。よく聞くよね。何月がいいとか、ね、前昔はね、医療のこととかね、病気のことの話題が多かったけどね、はい、今年寄りが増えたので、はい、いつ死ぬかとかね。そうですよね、夏は良くないとか。そうそう、どんな季節に死にたいかとかね。はい、ね、ぽっくり死にたいとかね。あ、そうですよね。まあ、理想の死に方についても彼らの日常の会話になって話題になってるんですよね。 ある意味たくましいですよね。たくましいですね。それに年寄りは忙しくしていますよね。素晴らしいですね。うん、それは何のことなの。病院通いですね。忙しく、まあ、朝はね、はい、9時から何々病院ね、はい、21時から何診療所ね、午後は何時から何とか耳鼻科ね、あ、何時からは何とか何かね、薬飲む時間とか4件か3件ぐらい、ね、通ってますからね。お忙しいですね。そう、お年寄りはもっとのんびりした方がいいですね。いいですよね。年を取ると生きることに命がけなので、はい、のんびりしている暇も場合もないんですよね。暇がない。同じ忙しいなら病気と老化予防に忙しい方が良いと思いますね。そうですよね、うん、通院よりも、まあ、自分の健康は自分でしっかり守って定期検診で忙しい方が良いと思いますね。理想的ですね。そうです。 Thank you Dr. 小口。 Thank you guys for watching our video. See you next time. Bye bye, bye, bye.オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、クローブ、甘草の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか。はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか。はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか。はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい。